突然の訪問お許しあれ。天下を固めるため豊臣を討たねばなりません。そうせねばならぬと分かっているし、そうするつもりです。しかしそれでも亡き秀吉殿を思うと、私には信長様の死を背負っていく覚悟があります。そこが無責任なんじゃ。死んだら終わり、上から背負ってやれるもんなんてね。お前はてめえの意志で人の意志を飲み食らった。そこをごまかしてどうする。思い悩み気づくと、あなたのもとへ足が向いておりました。生ける者は意志し続けねばならぬ。それが声すらなくした死者へのせめてもの責任なのですか。おまけにですな。今一度あなたと共にその荷を背負って道を行くこと、許していただけないでしょうか。山崎の戦いで多くの味方と友を失った光秀は、世を捨て名を隠しひっそりと生きていた。天下は秀吉のもとに統一されるが、秀吉亡き後世は再び戦乱となった。そんな中、光秀の庵を徳川家康が訪れる。家康は秀吉に対する思いに縛られ、豊臣家の石田三成を討つべきか迷っていた。その姿に過去の己を見た光秀は、生ある者は目指す未来へ進むしかないと助言し、家康と共に関ヶ原に向かう。その姿は苦悩する光秀に手を差し伸べた亡き友と重なって見えた。太平をなす私の志、今こそ果たします。第5話、関ヶ原の戦い。信長様の意志、今なら感じられます。家康は秀吉様の恩義を踏みにじった不義者だ。豊臣を潰し天下を奪わんとする勧誘を打て。言うがよい。されど我が歩みは止められぬ。逆風吹きすさむこの戦場にいざ踏み出さん。さて、自慢の大筒で敵の兵力削ってみますか。この勢いであの大筒はたまらん。準備が整う前に策を打ちます。これで大筒は食い止められました。一旦引いて軍略練り直しますか。下がれ。この機敵の先陣を崩します。秀明め、お力に寝返ると訳したもの、
されば松尾山へ行き、小突いてやろうぞ。ここで果てるわけには参るわ。秀吉殿は死んじないが、これは天下のため。聖者は生き続けねばならない。声すらなくしたのは弔いなのです。私は家康殿の理想の天下を目指します。家康殿、小早川の願いを期待しておられる。だがあの若者にそれだけの決断ができるか。どなたか存じませぬか。救援ありがとうございます。礼には及びません。このまま前線を押し上げる。わしも出るぞ。海保、今こそ家康を討つ好機。いざ進め。道を切り開く。敵将を討ち取りました。やっぱり西軍が有利みたいだ。いいか、皆東軍に攻め込むぞ。開門、守りを固めろ。向かいの役所をバラされては負けん。逃げやすを撃て。全兵として参った。敗走。なんと、ひげ明け目、寝返る勇気もない。肩を食い込む荷を背負い、踏み出す足を踏むですよ。抱えたまま立ち尽くすよりは楽に思えます。横を歩む者がいればなおのこと。共に参りましょう。進め。
りませぬ。行くぞ。こっちはこっちで甘くの戦をさせてもらおう。とんだ石頭だが、今に始まったことではない。我らは忍びに歩調を合わせ、家康を強撃と言う。すまず立場の目視、貴様がこの日を逃すはずはない。乱世などを手付ける。鬼の突撃を止めようと。お主何者よ。とも同じ通り、名も位もなくしました。よいわ。何はなくても鬼に向かう手筋が。次か。九州の皆さん、やってくれますね。せっかくの効果もらせてもらいます。守りを固めろ。決着をつける時だ。俺が出よう。開門、守りを固めろ。これより七に入る。開く。防御にこれほどの勝負がいたか。なめるな。なめる勝利。立花はいかに。もはやどこまでなのか。いい勝負だった。対戦が楽しみだ。降参ついでに教えてほしい。あなたはもし、いや、ありえないな。忘れてくれ。We'll be right back.
驚くよりも呆れる。主の天下を奪い、懲りもせず豊臣の天下を奪うか。何を言われようと、私は目指す天下を築く。そう意志する方をやめはしません。他も天下を覆してどうしようというんです。ただ己が望むよう気づきたい。悪名は覚悟の上です。そういう果断な決意をなせる人が表舞台にいれば、世の流れは違っていたかもしれませんね。殿、俺の軍略もこの程度らしい。討ち死に！ゲラチ、感謝いたします。さ、果てた地平に目指す天下を描かねば、生ある限りこの使命を追っていくつもりです。この勝ちもまた定めの文章。あなたがここにいたら何と言うのでしょうか。心地よい響きに誘われてまいった。下手でお恥ずかしい限りです。しかし明るい音色だ。何やら喜びが伝わってまいる。喜んでくださるならよ。